ラキスタは、ビミズ鏡による4コマ漫画、および、それを原作とした、ゲーム、アニメ、小説のメディアミックス作品群。角川の月刊ゲーム雑誌、コンプティークにおいて2004年1月号より、連載されているほか、コンプエースなど数誌で掲載されている。2012年5月時点で、シリーズ累計発行部数は550万部を、突破している。アニメ版は、 ラキスタ、小説版は、ラキスタで、それぞれ衝術する。小柄で、アニメやゲームが大好きな、オタクな女子高生戦コナタと、その友人でゆったりした性格のヒイラギツカサ、ツカサの双子の姉でしっかり者で、ツッコミ役のヒイラギ鏡、容姿鍛麗で白色ながら、天然ボケなところがある、コーラミユキの四人を中心として、その周囲の人々も含めた、まったりとした、 普段の生活を描いている。タイトルは、ラッキースターが原義であり、単行本表紙のロゴにもそうデザインされている。作者の美水によれば、女の子が、学園生活を送る漫画のタイトルとしてイメージした、結果、女優が演じるという意味合いの、スタート、幸運や、気まぐれという意味を持つ、ラッキーを合わせたとしている。そもそもは、コンプティーク誌でわずか3ページの4コマ。 漫画連載枠が空いたための掲載だったが、人気を博したためページ数も増え、さらに、月刊少年エースや、月刊コンプエースなど、掲載誌も増えていった。2005年8月24日に、ドラマ CD が発売され、さらに2005年12月1日には、任天堂 DS で、ラキスタモエドリルが、2007年5月24日には、同じく任天堂 DS で続編の、ま、 ラキスタ萌えドリル旅立ちが発売された。2007年4月から9月にかけて、テレビアニメ版が放送され、それに連動する形で2007年1月から、ラジオ番組、ラツキーチャンネルも放送が開始した。2008年1月24日には、新、ラキスタの予約特典であった恋愛アアドベンチャー、ラキスララッキー、スターラビッシュロマンスマイナスが、 プレイステーションに大アドベンチャーゲーム、ラキスタ両桜学園桜藤祭りというタイトルに変えて発売された。2008年末には、OVA とアニメ版の声優によるドラマ CD が発売。2009年12月には、プレイステーションポータブルで、ラキスタネットアイドルマイスターが発売された。月刊コンプエース2011年4月号を呼び、 コンプティーク2011年4月号にて、作品初のミュージカル化作品、ラキスタオンステの企画が発表され、2012年9月20日から30日まで、東京ドームシティアトラクションズ内にある、シアタージーロッソで上演された。また、サイドストーリーとして、登場人物の一人で情報ページ、ラツキーチャンネルのキャプテン、オカミアキラを、主人公にした、アキラの王国が、 コンプエースで、萌え、ドリルシリーズのオリジナルキャラクター、宮川ひなた、日陰姉妹を主人公にした、宮川家の空腹が、コンプ H、S、コンプエースを経て、コンプティークで、それぞれ連載されており、宮川家の空腹は2013年4月より、ウェブアニメとして配信された。主な登場人物4名は、漫画連載開始時は、高校1年生であり、当初は、 実際の年度が進むに従ってリアルタイムに進級していた。テレビアニメ化などに伴い編集部の方針によって高校3年生の2学期以降は時間の流れが実質的に停止しアニメでの展開が一段落した2008年に入ってからまた時間が進むようになった。その後第6巻のエピソード169から171で高校を卒業し 第7巻で進学、進級している。なお、アニメは、高校2年生から始まり、後に3年生に進級している。また、漫画では、三つどもえや、ストライクウィッチーズなど、ゲームでは、フェイト、ステイナイトや、魔法少女リリカルなのは、などと他作品とコラボレーションしたこともあるほか、ネンドロイドをはじめ、ストリートファイター4や、マクロスフロンティアなど、 作品品とののコラボ商品も販売されてていいるるアニメ版の舞台は埼玉県春日部市をモデルにしているその他、アニメ版では、東京ビッグサイトなどが舞台として使われている。中期がない限り基本的に出版元は、角川書店角川角川書店、ブランドカンパニー角川。掲載中なお、コンプティーク掲載文が、ラキスタの本編であり、 コンプエースなど他紙で掲載される文については、番外編といった扱いになっている。そのため、コンプティーク掲載文と、コンプエース掲載文、さらに口述の単発掲載文などで矛盾する点が、ある。不定期掲載掲載終了このほか単発では、ガンダムゲームエース、月刊、アスカ、ドリマガ、近代マージャン等の他紙へのゲスト作品。 単行本発漢時のコミック虎の穴での特典ペーパー、青山学院大学でのトークショーなど、各イベントでの書き下ろし作品などがある。また、日本国外では、中華人民共和国で、公衆天文角川道漫が発行している、天漫に2012年3月号より2014年5月号まで連載されていた。絵描き、下ろしの表紙も頻繁に執筆されていた。 角川角川書店ブランドカンパニー角川コミックスより観光されている。日本国外版ビミズ鏡のゲームギガビミズ鏡によるゲームコラムでラキスタのキャラが紹介されるゲームの紛争などをする一枚絵と文字による会話で掲載されていた。判件の関係で単行本には未収録だがコンプティーク2007年10月号増刊。 ラキスタ夏のお気楽特集号にて前話及び当時を振り返る微水のコメントが掲載されている。アキラの王国美水鏡によるサイドストーリーでコンプエースの主に超ラツキーチャンネル文庫、ラキスタ。ラッキースタジアムの枠にて不定期連載されている。ラツキーチャンネルの進行役オカミアキラを主人公とした作品で3人のクラスメートとの 学校内などでの会話や、アキラのアイドルとしての日常などで構成されている。2012年1月号の掲載を最後に連載が中断されているが、それに関する説明はない。2013年4月号で、ラキスタ。ラッキースタジアムが終了したため、今後は、どのように掲載されるようになるか不明。アキラ VS、千尋、アキラの王国の中断中に、ラッキースタッ。 ラッキー・スタジアムの枠にて、イラスト担当のドツが描いた4コマ漫画。オカミ・アキラと、オ神千ミ・のアイドル生活などの日常で構成されている。ラキスタ。ラッキー・スタジアムのコーナー終了に伴い、この作品も終了となった。ラッキー・レポ・コンプティークの超ラッキーチャンネルの枠にて酒好き誉れが描く1ページ漫画。オカミ・アキラと、ニャンダロー君が、 ワシミアなどで行われる、ラキスタのイベントを紹介する内容となっている。なお、ラキスタのレポート漫画としてはこれ以前に、吉沢緑寺によるものが、コンプティーク2009年8月号を呼び、こなたは俺を嫁、に掲載されている。ラキスタの連載が開始して4ヶ月後の、コンプティーク2004年4月号に、乱外の文字投稿コーナー、ラキスタ横丁が開始したのが、 始まりとなる。同年7月号にスペシャルインフォメーションが掲載され、同年12月号よりレギュラー化、そして2005年5月号からラツキーチャンネルとして本格開始、同コーナーのキャプテンとして小神明が登場する。この時期よりフィギュアやドラマ CD、ゲームなど関連グッズのリリースが行われることによってラツキーチャンネルも 読者投稿だけでなくこうしたメディア展開の情報コーナーとしての役割を担うようになった。ラキスタの連載が3年目に入った2006年1月号にコーナーをリニューアルしてラツキーパラダイスが開始、これまでのアキラが二等兵に格下げする代わりに新たに桜場光をキャプテンとして登場させた。この時期にコーナーのページ像や多数の企画が実施された。 その後の再ゲーム化、アニメ化に伴い2006年11月号に、ラツキーチャンネルへと再度リニューアル、アキラ、ヒカルのダブルキャプテン制に移行した。その後ヒカルが本編に出ることが多くなったことから、2009年8月号で、ヒカルが卒業、同年9月号より、新たなアシスタントとして、ニャンダローが登場、2011年1月号からは、 超ラッキーチャンネルにコーナー名を変更した。2013年より、コンプティーク市場の各作品の読者コーナーが、コンプティーク本体の読者コーナーである、コンタマに統合されるようになり、超ラッキーチャンネルは2013年2月号で終了。2013年3月号からは、イラスト投稿コーナーは、コンタマ。内へ移動され、ラツキーチャンネルのタイトルで復活。 元の情報コーナーは酒好き誉れの描くレポート漫画、ラッキレポが掲載される、超ラッキーチャンネルへ変更となった。なお、欄外の文字投稿コーナーは2013年現在も、超ラッキーチャンネルのタイトルのまま継続されている。2007年からは、コンプエースでも、超ラッキーチャンネル文法として、コーナー展開を開始ただし、こちらではアキラのみが登場していた。 2010年6月号よりパートナーキャラとしてピクシーフで公募された大上千尋が登場。2011年1月号からはラッキースタ。ラッキースタジアムにコーナー名を変更して継続していたが宮川家の空腹のコンプティーク遺跡に伴い2013年4月号で終了した。アキラの王国おびアキラ VS 千尋は主にこの枠内で掲載されていた。 またそれとは別に、欄外の文字投稿コーナーは、帰ってきたラッキーチャンネルというタイトルで、継続されていた。これまでのコーナー名である、ラッツキーチャンネルは公式ウェブサイトや、ラジオ番組及び、この番組を元にしたアニメ版のミニコーナーに、名前が引き継がれ、同番組、コーナーと、超ラッツキーチャンネルなど、コンプティーク、コンプエース紙面。 公式ウェブサイトとの連動企画も行われている。また、ラツキーパラダイスはアニメ版の制作委員会の名称として用いられている。連載初期には、コンプティーク市場の本体の読者コーナーに、コナタが送ったハガキが掲載され、それを喜ぶ漫画が描かれたほか、2009年になってからは、コナタと日和がコンプエースに投稿しようということになり、 その後同士読者コーナーに、コナタが送ったハガキが実際に掲載、ボツになった日和が落ち込むというエピソードや、当庁。ドルアーガに、コナタが投稿したアイディアが採用され、ドルアーガの等。ザリカダリー・オブ・バビリムで実際に使われるなど、投稿に関して、メタフィクション的なことも行われている。テレビアニメが2007年4月から9月まで。 千葉テレビなどの独立 UHF 局を中心とした16局で放送された。全24話。また、2008年9月26日に OVA が発売された。2005年8月24日にフロンティアワークスより発売された。アニメ版とは声優が異なる。2008年8月27日にランティスより発売された。当初は、 同年2月6日に発売される予定だった。担当声優は、前述の2005年に発売された、ドラマ CD 版の声優ではなく、アニメ版の声優が起用されている。脚本は、アニメ版のシリーズ構成、脚本を担当した、町田隆子が手掛けている。各キャラクターについては、ラキスタの登場人物参照このほか、早くを、立木文彦、クジラが担当する。 アニメ本編放送前の2007年1月から、アキラ役の恋のヒロミとミノル役の白石ミノルが、パーソナリティとなったアニラジが、ラジオ関西で、放送、また一週遅れで、ランティスウェブラジオで配信された。ラツキーチャンネル放送時は、アニメ内の同盟ミニコーナーや公式ウェブサイト、コンプティークなど、関連各紙との相互連動企画を行っている。また、 ラツキーチャンネルの第21回から鏡役の加藤英美里と司役の福原香織がミニコーナーを担当。この二人は後番組の両桜学園放課後の机でもパーソナリティとして出演したほか、シーンでは美佐役の水原香織が出演した。また公開録音や各種イベントも開催しており、その模様はラジオで放送されたほか、 関連各紙の付録 CD やアニメ DVD の特典映像として収録されている。なお、各番組の詳細は、それぞれの項目を参照。タイトルは、ラキスタ・オンステ。映劇の制作で2012年9月20日から30日まで11日間15公演を東京ドームシティアトラクションズ内にあるシアタージーロッソで上演した。2012年7月20日には、 同書で、角川書店社長の井上真一郎と、英劇プロデューサーの豊た氏により、アニメ原作の舞台、ミュージカル化を、今後は、アニメライブと呼ぶという、アニメライブ新世紀宣言が行われている。公演終了後もキャストの登場するイベントが幾度か、行われており、コンプティーク市場にも登場している。その他、ゲスト登場時に、いくつかの楽曲が使われている。 聖地巡礼の対象の一つとされている、和紙宮神社、ラキスターアニメ版の主な舞台とされる、和紙宮神社をファンが訪れる、聖地巡礼現象が見られ、その所在地を中心に、地元の経済団体や市役所がそれを待ちおこしに、活用している。和紙宮神社に参拝する、若者たちは2007年5月頃から増え始め、アニメ雑誌に、 作品の舞台のモデルとなった場所の一覧が掲載されたことで、さらに参拝客が増えたとされている。ワシミヤ神社においては、彼らが、エマに、ラキスタの登場人物の絵を描いて奉納したり、記念撮影をしたり、コスプレ姿で参拝したりするといった行動が、マスメディアを通じて報じられた。初詣の参拝客も、2008年にはこの年の、 埼玉県内第3位となる約30万人、また2009年には、同、第2位となる約42万人に達し、関係者の驚きを呼んだ。なお、初詣の参拝客の過去最高は2014年、時点、2011年から4年連続で約47万人で、あり安定している。近年の初詣における、参拝客の推移は、以下の通り。こうした、 巡礼に対し、地元では、戸惑いの声もあったが、鷲宮町商工会はいち早く対応し、町独自のオリジナルグッズを制作。同会青年部の運営する、大鳥ゃや和紙のみ、やや町内の複数の商店にて発売し、作者や、出演声優の鷲宮神社への、公式参拝イベントを開催した。その他にも、歳末セールで、ラキスタのキャラクターをあしらった。 スクラッチカードを用いるなど、様々な地域振興策に取り組んでいる。和紙宮町もこうした経緯から2008年4月1日付で、ヒーラギ一家を町内の架空の住所に住民登録し、同年4月7日より特別住民票の交付を行った。2020年には、久喜市への合併10周年記念として、ヒーラギ姉妹のイラストをあしらった婚姻届け用紙を、 配布した。また、毎年9月に行われる、ワシュミア神社のハセ祭では、2008年より、ラキスタのキャラクターを描いた、ラキスタみこしが練り歩くようになり、報道などで話題となったほか、2010年に行われた、上海国際博覧会でのジャパンウィーク、コフェスタイム上海ではこのみこしの特別公演が、行われた。ラキスタ登場人物のうち、ヒーラギ鏡は、 久喜市商工会により、マスコットキャラクター、鏡とされ、着ぐるみが、地域のイベントに登場している。さらに、作者の美水の出身地であり、作中では、こなたの住んでいる町とされる、佐手市の商工会でも、ラキスタを元にした、地域振興作として、歳末セールで、ラキスタをフィーチャーした企画を実施。オリジナルグッズの制作、発売を行ったほか、 関連イベントの開催するなど、様々な企画を行い、2009年3月28日には、美水化が転居に伴って、空き家となった急遽無償で、商工会で借り受け、泉家を再現したギャラリー県交流施設、気まぐれスタジオ美水鏡ギャラリーさってを、開館、2010年1月1日付で、泉一家を、ギャラリーの所在地に、住民登録し、 同年1月3日より特別住民票の交付を行った。またエコポイントの交換商品として、サッテ市共通商品券、ラキスタ商品券フルコンプセット3000円分を用意した。メインの舞台となったカスカベ市でも、ワシミやサッテ双方にグッズのための切り細工を提供しているほか、カスカベ独自の商品開発も行っている。また三市長の商工会、 商工会議所等関係各所で相互連携しており各商工会の間で半券データの共有や今後のイベント開催グッズ販売での共同事業の展開などに取り組んでいる2007年12月からの2008年5月までの半年間の和紙宮町での経済効果は4170万円商工会の2007年度決算での歳入合計が 前年度比36%増の8000万円になったと発表。さってしも約2500万円の経済効果があったと商工会が発表している。また、聖地巡礼、オタクツーリズムや漫画、アニメ等を用いた町おこしの成功例として、経済的、学術的観点からも注目されるようになり、 和紙宮町商工会でも北海道大学観光学高等研究センターと共同でメディアコンテンツと地域振興のあり方に関する研究プロジェクトを行っている。このか、2009年より埼玉新聞に断続的に記事や漫画が掲載され、2010年からは、長谷祭りや和紙宮、去って両承公会のスタンプラリーに埼玉新聞社が主催者として参加。 2012年6月からは、国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所の新聞広報に、本作のキャラクターが起用され、制作した埼玉新聞と読売新聞埼玉版に掲載されている。また、舞台を沿線に持つ東武鉄道と、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らない。 の舞台となった秩父市を走る秩父鉄道共同で、両作品がコラボレーションした記念ギップを2012年1月に発売。2012年6月24日と2013年6月23日には埼玉西ブライオンズが、ラキスタデーと銘打ったイベントを開催し、コラボグッズの販売や司さ役の福原香織や、 鏡役の加藤栄美里による始球式や一部会での場内アナウンスを行っている。この集客効果は埼玉県の観光課に観光資源として力を持っていると認識させ、2013年よりアニメ漫画祭り in 埼玉開催へのきっかけとなった。ラキスタオンステに関するカテゴリー、ありがとうございます。